はい、熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医株式会社セールスエンジンの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、12月の13日、なんですけど、そろそろもう年末のですね、準備に入ってるとこなんで、今回ちょっとお話したいのは、水処理薬剤のですね、残量の管理についてですね、お話しようかと思います。年末に入ってもこれから正月休みでですね、1週間ぐらいこう休みが入るわけなんですけど、その前にですね、大体こうその1週間ぐらい前にからも大体もう品物がもう入らなくなってくるという状況にありまして、なのでですね、正月休みに水処理薬剤を切らさないようにですね、大体今ぐらいの時期、12月の半ばぐらいからですね、残量をですね、チェックをして、そして、薬剤の補充をですね、行っておくと。大体お客さんでですね、冷却水の水処理薬剤の残量管理っていうのはあまりこうされてなくてですね、で私たち、管理する側がですね、大体残量をチェックして、そろそろこう補充が必要ですよみたいなアナウンスをしながらですね、補充を行っていくと。大体12月の半ば過ぎてくるとですね、そういう仕事がちょっとどっと増えてくると、で残量管理がなぜ重要なのかと言いますと、結局液がなかったらですね、冷却水に薬剤を入れることができませんので、そこのですね、残量管理というのは非常に重要になります。正月休みの時に例えば残量がもう足りなくなってしまった、そしたらですね、それから今度休み明けて薬剤がこう入荷するまで、下手すれば1週間10日普通にかかりますので、そこをですね、その期間今度は冷却水の中に薬剤が入らなくなってしまう、そういった事態を防ぐためにですね、私たち常にこの残量の管理というのものを行っております。はい、ちょうどもう年末にこれから入りますんで、今からですね、薬剤の管理はしっかりですね、チェックをされて、いておかれてはどうかなというふうに思います。はい、本日はですね、水処理薬剤の残量の管理についてお話をさせていただきました。はい、当社ではですね、そういった冷却水のトラブルに対してですね、こういったペットボトルに水を入れてお送りいただくと、今冷却水の無料診断サービスっていうのを行っております。その水を分析してですね、スケールの元となるカルシウムの濃度がどれぐらいあるのかとかですね、あと腐食の原因を調べるとかですね、そういったことを水に関するトラブルでお困りの方はぜひご活用いただければなというふうに思います。はい、熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水の水温がやっぱ冬場でも非常に高いとかですね、冷却水が流れんとかですね、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジンと検索をいただけますと弊社の詳しい情報をご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。